今日のお話は解放同盟員は洗脳から解かれるべきということなんです。部落解放2019年9月号がここにあって、ここに鳥取ループ裁判が提起するものって特集が組んであるんですけども、まあね、よく恥ずかしげもなくこんなこと書くなっていうことがあちこちに書いてあるんですよ。で、今日はその一部としてですね、これですね、原告の人の何を言ってるかっていうことなんですけども、弁護士によればですね、裁判でまあ陳述したりね、いろいろ詳細を説明することについて、自分は運動しているから差別にさらされる危険があることは覚悟してきたが、子供のことを考えたら心配でならないとか、家族のことは書かないでくださいと。で、解放同盟の役員であるが個人情報をさらされたり差別にさらされたりするのはやはり耐えられないと。で、まあ、自分は運動しているから差別にさらされる危険があることは覚悟してきたという発言が勇ましく目を引くが、役員であろうが活動家であろうと私生活がありて、まあ、そういう、ね、ことが書いてあって、いやもうこれが、ね、解放同盟の、ね、幹部とか、ね、主要な会員の方々の考え方なんですね。これはっきり言って差別者の考え方ですね。もう前か前から、ね、もう気づいてきたんですけども、いわゆるもう差別する人、そういう人が部落出身じゃなかったら解放同盟から糾弾されるんですよ。で、部落出身というふうに、まあそういうふうに洗脳された人っていうのは解放同盟に入って糾弾する側に回ると、まあ、はちしてそういうことなんです。だってね、これってね、じゃあその部落出身という、まあこの辺もかなりいい加減なもんだけど、そういう人と結婚して、まあ親族になると、家族とか親戚になると部落民になって差別されると、だから嫌なんだっていうことでしょ。これそういう理屈と全く変わらないんですよ。だからまずね、もうこれでもう解放同盟の人たちっていうのがもう差別者の集団だっていうことが分かると思うんです。で、もしね、この自分の子供が差別にさらされるどうのこうのなんていうことを考えてる人がいたらですね、まず洗脳を解かれてください。で、まあじゃあどうやって洗脳から解かれていくかっていうことについては、また次の回で説明していこうかと思います。それでは皆さん、チャンネル登録よろしくお願いいたします。